こんばんは。こんばんは。こんばんは。場所でやってるんですよ。ちょっと待ってね。こんばんは。明日はですね、関西コレクションです。なので関西にいます。そう、大阪。今日卒業式だった。おお。卒業式。え、そっか。うん、卒業式。卒業おめでとう。夜ご飯食べました。大阪は東京より、うーん、大阪、うん、え、今日はね、風が冷たかったかな。んでも雨降ってなかったからよかった。そう、アップルウォッチお誕生日に、そう、いただきました。便利。このね、このベルトがね、なんかでも今のこの白も好きなんですけど、そう、なんか探し中です。髪はね、切ってボブになりました。でもやっぱり髪の毛セットがすごい楽ですよね。やっぱ切るとセットが楽だし、そう、でもアレンジがね、できなくなっちゃうっていうのはちょっとあれなんですけど、うん、白いネイルしてます。髪伸ばさないの。うーん、切ったばっかだからとりあえずこのぐらいか、もしくはもうちょっと切るかって感じですね。うん、うん、爪ネイル、どこのやつだっけな、ネイル有名なやつです。ネイル有名なやつ、四角い。テスト頑張りました。あ、テスト頑張った。お疲れ。テスト今ね、実はペットボトルでこれ挟んでるんですよ。このなんか、だからちょっとね、コメントがこうやって覗く感じ。
プリキュアな何世代？二人はプリキュア、プリキュア。今日は鯖さんをそうお昼にいただいたんですけど、入れ物が可愛いですね。桜が可愛い。ナイスクラップの、そうナイスクラップも今インスタライブしてますよね、公式さんが。ナイスクラップのね、春服本当に可愛いから、女の子はぜひ着てほしい。なメンズとかないのかな、パーカーとかメンズとかありそうですけどね。そう可愛いんですよ本当に。春服、肩空きニットとか、なんかあのスカートとかがハイウエストなんですよ結構。だからなんか足長効果というか、腰の位置も高く見えるし、うん、もともとナイスクラップ着てたんですけど、でもねより可愛くなってました。そう、明日カンコレ、みんな来る方いるかな、来られる方いるかな。写真集友達が欲しいって言ってました。え嬉しい、写真集。そう、ん、コメント、シンガポール、ん、ナイスクラップ買います、ナイスクラップ買います、嬉しいです、ありがとうございます。メイクさんだ、嬉しいです。うんうん、写真集、そう沖縄で撮影しました。沖縄で撮影して、でもあのお気に入りの写真はいっぱい あるんですけど、その本の中身も好きな、もちろん好きな写真いっぱいあるんですけど、その表紙のペラペラをめくった中にある表紙、なんていうの、なんかねチェキをねたくさんスタッフさんが買ってくれ撮ってくれて、チェキを、でそのチェキがブワーって並んでる表紙があるんですよ。そこの部分のチェキの写真も結構好きです。そう写真集見てくれた方は分かると思うんですけど、そうなんです。ん？ペラペラ前髪、うん、写真集のサインどれくらいいっぱい書いた。うーん、ナイスのゆい、嬉しい、ナイスクラップ可愛いからみんなにも着てほしい、可愛いです本当に。でもナイスクラップの可愛い服、私もナイスクラップの服何着かね今ファンの方からいただいたりとかして、私も買おうと思っているんですけど、ナイスクラップの服、そうナイスクラップこれからいっぱい着ていこうと思います。春じゃない、もう着れるかな、でも写真集は疲れてる時に見ると癒される、嬉しい、いっぱい見てください。アップルウォッチのバンド気になる、え、これは通販です、通販で買いました、急いで買いました。そう、もともとこれ黒だったので、ちょっと黒じゃなくて白がいいなと思って、もう急いで買いました、急遽買ったものなので。そうでもうん、また
でもこれも気に入ってるんですけど、新しいのなんか探してます。うんうん、夜勤実習です。応援してください。お、頑張ってください。大変だ。そっか、夜勤の方大変ですね。TGC もそう、出させていただきます。嬉しい。髪、でもね、髪私も結構こう長い時とかは全なんか切ってから少しこうでもサラサラになったかな。なんだっけな、くし？なんだ、有名なくしがあるんですよ。くしがあって、そのくしがすごいサラサラになります。結構みんな持ってるんじゃないかなっていうくし。そう。でも切ってからやっぱこう、多分枝毛とかも、なくなってサラサラに なった気がしますね。そう、古いけどね、古い髪の毛。アニハゼヨ、アニハゼヨ。くし、あ、そう、タングルティーザー、正解、すごい、そう。タングルティーザーを使ってます。あと木のものも使ってます。木のね、櫛があって、刃のところは木じゃないんですけど、裏面が木になってて、そう、それはなんか頭皮とかもこういい感じになる。ハロー、フロムザ USA。 おー、ハロー、マイネームイズユーヨーグリー。うん、木の櫛私も使ってる。お、嬉しい、お揃い。香水は使ってます。でも気分によって変えたりするんですけど、今はジョーマーローンの香水が気に入ってます。なんか白とかも好きだったんですけど、ディオールとか、うん、でもオーガニック系の香りもすごい好きです。そう、ハンドクリームとかオーガニック系の、うんうん、時計なんで左につけてる？え、どっちなんですかね。あれ？本当は右？あれ？どっちだっけ？そう、どっちだろう。何時まで？何時までだろう。でも。特に決めてはあんまいないんですけど、ショールームじゃなくてインスタライブ。確かにインスタライブ珍しいですね。でもインスタライブ、インスタのね、フォロワーさんの皆さんともそうこうなかなか接することがないので、インスタのフォロワーの皆さんと接したいなと思ってインスタライブにしました。日付変わるまで、左利きなんですよ私。そう、左利きだけど決まりがあるならば右にしても全然。
あ、そう、あとね、インスタライブか TikTok かショールームかどの配信がいいですかって言ったら、インスタライブ結構多かったのでインスタライブにしました。ん？じゃあ右手だ。うんうん、皆さんは明日はあれ、土曜日ですよね。明日は、明日も仕事ですか、お休みかな。明日は休みか。もう休み、よかった。あ、仕事大変。来週からテスト頑張って。来週からテスト。映画いいね。お休み。おー、こんばんは、ゆゆ、こんばんは。その沈黙の間が好き。沈黙？コストコ、あ、コストコね。コストコいいよね。私も1回しか行ったことないんですけど、うん、1回しか行ったことないんですけど、でも行ったんですよ。その時にあれ買いました。まんまるチキンのやつとか、丸ごとチキン、うん、チキンの丸ごとのやつとか、あと、そう、あとね、あとなんだっけ、あ、そう、なんとかロール、丸いロールのやつ買った。まんまるチキン、まんまるチキン、そのまんまのチキン、クリスマスに出るやつと、なんかサンド、有名なサンドのやつ、中にロールサンドとかね、買いました。そう、アップルウォッチ、七面鳥、そうそうそう。TikTok、そう、TikTok ね。また撮ったら載せます。最近のリップは、これ、ロム&。最近のリップ聞かれてないけど、あ、そう、コストコ行った時はもうほとんど、ほとんどっていうかもうほとんど、うん。ご飯でしたね。初めて行ったので、そう。物は買ってないです。でもおすすめなものとかあった。ちょっと前髪触りすぎ。ごめんなさい。うん。ああ。これも大きい。ああ。ゆきりんさんから誕生日にいただいたスック、これも色が可愛いです。このアディクションもね、なんか深みのピンクで大人っぽいです。ゆきりんさん、ゆきりんさんだ。これね、ゆきりんさんからいただいたやつをちょうど紹介して、恥ずかしい。そう、うん、メイク紹介するときすごい大きい確率でゆきりんさんからいただいたこういうの紹介してます。そう、聞かれてなかったけど、
いやインスタライブとかあんまりやらないから、なんかドキドキする。私自身が見ることはあるんですけど、自分がやショールームが多い、違うコンテンツで配信することが多いので、そう、劇場で見たい。千秋楽がありますよね、チーム公演の。そう、チーム公演の千秋楽。ヨコちゃん、ヨコちゃんだ。ヨコちゃんも来てくれたの。嬉しいけど恥ずかしい。隠すものがない、隠れるものがない。ゆこちゃんも、ゆこちゃんねマホモルーマンすごい。明日の水泳頑張って。もう2人目、ね、恥ずかしい。ボブ、ぜひお揃いにしましょう。YouTube ね、したいんですけどね、ちょっとまだ、そうなんですよ。やるって言ってたんですけど、なかなか、まだできないかもしれないです。そう、やりたいんですけど、 SNS いっぱいやってるんですよね。一応インスタ、ツイッター、 TikTok755、 あとそうやってて、だからそうなのっていうのもあったり、なんかやりたいけど YouTube とかも、でもね、中途半端な感じに全部なっちゃうのは良くないなと思うので、落ち着いてちゃんと更新ができるっていう風になってから YouTube とかやりたいなと思います。そうそう、そうなんですよ。 TikTok とかもね、まだ全然そうできてないから、まずは今やってるツールをね、もっともっと極めるというか、できたらいいなと思いますけど。色を見ようかな、どれがいいかな。どれにしようかな、どれにしようかな。いっぱいいっぱいいっぱい持ってます。ゆきりんさんの配信見てます、もちろん。
ゆきにさんのやつ、ゆきにさんのやつにしようかな。じゃあでも恥ずかしいから、お恥ずかしいから、恥ずかしいから、塗りました、塗りました。ゆいって2001年生まれ。そうだよ、2001年生まれです。二十歳になった。ちょうどここに鏡がある。同い年、同い年、同い年。2001年、最近、最近じゃない、もう2022年だよ。すごくない？すごい、2022年だ。え？だよね、2022年。うん、すごいな。うんうん、私ね、メイク、コスメが好きなんですよ。急にと言ってもコスメあっちに置いてきちゃった。スクショタイム。ポーチ紹介してほしい。ポーチ、そうだね、じゃあ、うん、ちょっとスタバさんで、隠れてるかな、よいしょ。ほぼ意味ないですけどね。日テレの新番組、そう、新番組始まる、インスタライブ、そう、コスメとか好きなんですけど、うん、何が見たいですか、何が知りたいですか。ゆきんさんコラボ配信ね、いつかコラボ配信したことないな。ベースメイク、ベースメイク、アプローチが知りたい。アプローチは普通のアプローチです。これも普通のアプローチ、はい、本当にもう多分すぐに見つかるものです。アイシャドウ、アイシャドウとかも
日によって違うし気分によって違うんですけど、基本持ってるのはこれ、クリオのねアイシャドウ、こちら、これはね絶対に持ってます。あとこのアイヌ耳のアイシャドウとかも使ったりする。かわいい。そう、これ涙袋に塗るとかわいいです。これでも持ってる人多いですよね。ちょっと汚れちゃってるけど、01シンプリピンクプロアイパレット、そうそう、うん、そば派うどん派、昔は絶対うどんだったけど、今はねそばも好きです。結構なんか健康的な食品がすごい好きで、健康的な食品、そう、マスカラはねミュード、これはゆきりんさんにこれも教えてもらって、でいいなと思って、でも結構今人気ですよね、流行ってる、そうの茶色です。うん、そう、基本茶色かな、マスカラ。そうそう、うん、チョコまみれ美味しい、カントリーマームですよね。カントリーマームいっぱいあるよ、今家にすごいいっぱいある。でゆきりんさん優しい、そうゆきりんさん優しいです。ファンデは下地にこれをディオールのこれ使って、スノーメイクアップベースブルーでも、なんかこう下地とかもね、こうファンデはこれ韓国のが透ける、映る、透ける韓国のものです。そう、今言ったようにファンデとかもこう人それぞれ合うものとかがあるから、うんうん、いろいろ試してみるといいかも、あの試供品とかで、そうそう、私もうん、いっぱい試してでいいなって思ったのを今使ってます。今気に入ってるのは今のファンデです。でプチプラとかだとね、最近買ったのね、このうるさい、びっくりした、このキャンメイクの、これどっちもキャンメイク、これ好きなんですよ、どっちも、これおすすめ。このこっちはキャンメイクのプランプリップケアスクラブっていうんですけど、このねこれスクラブになってるから、こうちょっとザラザラしてて、そう、うん、なんていうの、そう、すごい私は良かったです。で色もついてる、ついてないのもあります、うん、これはリップボリュームアップレディグロスだから、これちょっとプランパーが入ってるのかな、ちょっとプッてするんですよ、ちょっとピリピリして
そうだから、何？後ろ見てってやめて。ひどい。休みの日はメイクはランパ？プランパ？涙袋はね、さっきのアイムミミとかのキラキラを乗せたりもします。でもやっぱスキンケアとかをね、しっかりして、こう素肌をきれいにしておくといいですよね、やっぱり。ハイライトはね、こことこことここと、あとたまにこことここの目頭のラインにちょっとピピって、それも全部うっすらですね、やったりします。最近ハマってる曲、いや、同じゼストのノーベルブライトさんの曲とかも本当に好きなんですよ。そう、好きで、あとやっぱり、まあ、流行ってる「ドライフラワー」とか、もう好きだし、あと何回かご一緒したことある、川崎さん？魔法の絨毯とかも好きだし、あんまりこう前までは AKB 以外の曲ってなかなか聴かなくて、でも私お姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんが結構曲が好きなので、お姉ちゃんと一緒お姉ちゃんが結構歌ってたりとか、そうでね、私もで好きになったりとかするしたかな。普段移動中、でもね、移動中はあんまり聞かないかな。たまにこう聞きたくなったりとか、歌いたくなる。そう、あ、そう、最近ね、あっぱれ出れてない、それこそ関西のね、関西とかを軸に放送されてる MBS の「あっぱれやってます」っていうのに出させていただいていて、そうでね、あっぱれでアインシュタインの2人とか、あとクッキーさん、野性爆弾のクッキーさんと、あと内田雄馬さん、声優の内田山さんとラジオをさせていただいてるんですけど、そう、でもすごいね、皆さん本当に優しくて、すごいいじられて、
もう変なね、嘘つきだとか言われるんですけど、でも嘘つきじゃないんですけど、そう、嘘つきとか言われちゃったりとかいじられたりするんですけど、でもなんだかんだとっても優しくて楽しいです。うん、内田ゆまさんを忘れなくて。内田ゆまさんすごいですよね、いろんなアニメで声優さん本当にすごい。そう、いっぱいいじられてる。うんうん、そうなんですよ。おすすめのリップ、おすすめのリップはこのキャンメイクのスクラブとボリュームリップっていうケア系の、ケアをする系のリップと、あとでもやっぱロムアンドはやっぱ定番ですけどいいですよね。私はこれフィグフィグ JUJUBE っていう、 JUJUBE だっけ、 JUJUBE っていうカラーも好きです。あと新しいカラーもね買いました、今買ってます。そう、これもスックの、これもお気に入りです。ヒグヒグ、リファしてる、してるし、あと私はこう美顔、うん、木とかやったりしますね。スクイロナンバーとコンフォートリップフルイドグロウ103です。103、これすごい上品な色で結構どんな服にも合いやすいです。ナチュラルだけどくすみというかちょっとくすんだピンク、青みピンクではないので、青みピンクが苦手な人でもつけやすいんじゃないかなとは思います。私も青みピンクはあまり好んでつけないんですけど、それでも好きです。でこれだけじゃなくて、こうステージ立つ時とかちょっと赤みが欲しいなって時はこれにこうロムアンドとかを真ん中だけつけてたりもします。そう、ちょっと赤みを中心にプラスしても可愛いです。そうそう、うんうん、じゃあそろそろやめようかなということで、じゃあ配信をそろそろやめたいと思います。また配信しますね皆さん、そしたらまた来てください。ありがとうございました。急だけど。
また配信します。明日の関西コレクションは頑張ります。ぜひ配信でも見られるので見てください。ではみんなありがとう。またね。また配信するね。